サイバーエージェントで今エンジニアの新卒採用の責任者やらせていただいてます峰岸と、チームというものを使って自分がこう達成するっていう風に聞こえちゃった。俊さんの一番いいなと思ったところは、サイバーエージェントで大事にしていることみたいなところで言う、サイバーエージェントで今エンジニアの新卒採用の責任者やらせていただいてます峰岸と申します。サイバーエージェントビジネスコースの新卒採用の担当をしております坂上沙織と申します。今ビジネスコースでマネージャーをしています。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最初に注意事項になるんですけれども、今回オンラインでの面接となりますので、途中で音声が乱れたりとか聞こえづらいよとかっていうのがあれば遠慮なく会話の途中でもおっしゃってください。はい。でまたですね、こちらの方でメモを取らせていただく関係で目線切れたりとかキーボードの音が気になったりとかするかもしれないんですけども、そちらだけご了承いただけたら思います。はい、はい。で今日は、面接の質問に関しては坂上の方で、同席している坂上の方でさせていただきますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。福田俊さん。はい。ダイアリーさん、自己紹介からお願いしてもいいですか。はい、金沢大学経済学4年の福田俊と申します。大学では国際公共経済論ということを学んでいます。あと就活 YouTuber としても活動しています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。逆に小中高のこととかもちょっと聞きたいなって今日思ってて、はい、小学校から、まあ、大学まで本当、幼稚園とかも入れてもいいんですけど、俊さんの全ての人生を考えた時に、この時のこういうエピソードとかこういう経験が今の自分の価値観とか大事な考え方作ってるなって思うエピソードで言うと何になりますか。はい、小中高幼稚園も一貫して大きい組織ではないんですけども、クラスとか部活とかをまとめるポジションに一貫してずっといました。そこで特に高校のクラスが2年間ずっと一緒だったんですけども、その時に学級委員長を経験したことが今の価値観にかなり影響しているかなっていうふうに思っています。その学級委員長の経験からはどういう価値観が形成されたんですか。どういう経験で。はい、自分自身の器以上にまとめれる人の量であったりとか、あとは動かせるプロジェクトの大きさみたいなのも大きくならないっていうことを経験から大きく学びました。でそれが今の価値観といいますか、自分が成長すればするほど自分のできることであったりとか組織も大きくなるっていうような価値観に大きく影響しています。なるほど、すごい素敵な学びですね。その学びっていうのはでもいっぱい失敗してきたからっていうのはあるかもしれないですね。はい。自分が生きていく上で大事にしている価値観とか、あるいは座右の銘みたいなものが何かあったりしますか。はいはい、一貫して大事にしていることは約束を守ることを大事にしています。はい。それはなんで約束を守らなきゃって思うようになったんですか。はい、理由としては去年、YouTube 始めて大学2年の時から始めたので3年近くやってるんですけども、登録者数を伸ばす上であったりとか、去年の会社を作って売り上げを伸ばすであったりとかっていうのは、常に画面の先であったりとか取引の先に人がいて、その人との約束を守ることによってチャンネル登録をしてくれたりとかお金を払ってくれたりっていうことが成立すると思うので、その約束を守らない限り信頼関係においてもそうですし、成果としても上がらない経験として感じてきたので、そういった経験から約束を守ることの重要性を感じて、今の最も大事にしていることとして生きています。なるほどなるほど、ありがとうございます。そういう YouTuber 活動を通じて出会った人でもいいですし、昔から自分を知ってる人でもいいんですけど、はい、周りの人からどういう人だねって言われることが多いなと思います。多いのが無神経で鈍感だけど素直でいいやつって言われます。なるほど。自分でもそう思います。そうですね、思います。どういうところを見てそう思われたんだと思いますか。はい、僕結構思ったことは言っちゃうんですよね。でそれによって言ってはいけないことを言ってしまったりっていう部分があるっていう、最近は気をつけてなくすようにしてるんですけど、あるっていうところと、あとは実際に人と会った時に人の話を聞いて本当に心の底から感動したりとか驚いたりとか、自分自身の行動につなげたり実行するところまで実際にやってるっていうところから素直っていう風に思われることが多いです。でいいやつに関しては本当にいいやつか否かは置いといて、約束は一貫して守るように努力してるので、そこの部分でいいやつと思われることがあるっていう形です。なるほど、はい、ありました、ありがとうございます。
にシフトしてますか？軸としては2つあって、経験したことない、今は個人で自分の会社を作るっていうので10人以下の規模でやってたので大きい組織の中でやれるっていうところが1つと、もう1つはいい人でかつすごい人の元で働きたいっていうのが2つ目です。自分自身が経験したことない大きい組織、その大きい組織のイメージはどれぐらいの規模とかどういう条件とかありますか？はい、大きい基準は上場していることと社会のインパクト度が高いことで、その社会のインパクト度っていうのはすごく自分の肌感なんですけども、自分の同級生であったりとか金沢大学の地方学生でも知ってるような企業っていうところが大きい企業の定義かなっていうふうに思っています。なるほど、はい、なんで大きい組織がいいなって思ったんですか？大きい組織がいいなって思った理由は2つありまして、一番大きい理由としては自分自身が3年 YouTube やったうち1年半は自分一人でやってて、で残りの1年半は会社を作って7名で、今は7名で、まあ、徐々に1人ずつ毎月1人ずつ増えたぐらいのペースで10人以下の組織をやってたっていうところで、自分の器の量みたいなところがこのままやってても自分の目指すところに行けるのだろうかっていうところが急に怖くなった時がありまして、そういった時に実際に大きい企業を運営している会社の中に入って学びたいっていうところが正直なところです。いい人でかつすごい人の元っていうところもちょっと聞きたいなと思うんですけど、はい、どういう人がいい人でかつすごい人だなって思いますか？はい、自分にないものを持っているっていうことと、あと約束を守るっていうのがいい人の条件だなっていうふうに思っています。で、自分にないものっていうことに関しては大きな組織とか、まあ、お金とか物とかを動かせる力を持っている人の下で働きたいです。マネジメントの力がある人の下で、まあ、もしくは横で働きたいなっていうふうに思っています。なるほど、はい、ありがとうございます。仕事という文脈で言うと、こういう人になりたいとか、こういうことが実現したいみたいなものって何かあったりします？はい、具体的に言うと、年利10億の企業組織を作りたいなっていうふうに思っています。それが子会社なのか自分が所属する部署なのか分かんないですけども、年利10億ぐらいの組織ってどんな感じなんだろう、それを作れる立場にいたいなっていうふうに思っています。なるほど、はい、それを作れるようになるために自分に何が必要だと思いますか？はい、必要なことだらけなんですが、今本当に必要なことは第一に自分が本当に何が足りないのかっていうのを肌で感じることだと思っています。それを知るために実際にそれを達成している場所に身を置いて本気で頑張りたいなっていうふうに思っています。なるほど、わかりました。どういう組織になってたら年中力達成できると思いますか？現時点で思うイメージで大丈夫？はい、イメージというかもう本当具体として多分達成できている組織がある種の正解だと思うんですよね。で、先ほどその OB 訪問であったりとかサイバーエージェントさんはその一つの正解だと思っています。なぜかと言いますと、チームで一緒に作り上げていくチーム感があるっていうところと、あとはその一人一人個人の視点でも主体性を持って創造性を持ってそれぞれが動いて創造していくっていう2点が揃っているので、トップの人が全部やるっていうよりはもうボートの漕ぐ人たちが優秀で勝手に動いてくれるっていうところが一番の、その売り上げであったりとか利益を出す上で大切なことだと思うので、その2つの要素、チームとしてもそうですし個人としても主体的に動けるっていう2つの条件を満たしている組織が理想です。はい、ということで面接ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。高海さん的に個人として今の面接の回答としては率直にどうでしたか？率直に言うと、自分自身に対する理解とか価値観を話すってところは良かったと思いました。ありがとうございます。それを、まあ、就活にどう落としていくかみたいなところはまだまだブラッシュアップの余地はあるかなと思ったんですけど、うん、自分を理解するという面では良かったんじゃないでしょうか。しゅんさんの一番いいなと思ったところは本音で話してくれてるなっていう確信があったところがすごく良かったなと思って、うん、ありがとうございます。就活生って自分をよく見せようとするので、2位だったけど1位って言った方がいいんじゃないかとか、 5% アップだったら 5% って言った方がいいんじゃないかみたいな変なのあるじゃないですか、就活生の間で。それって正直1位でも2位でも別にそれで合否も全く決まってなくて、なんでそうだったのか、それを受けてどうアクションしたのか、やっぱその人自身のことが知りたいなっていうのが結構大きいので、そこがね、ヒュンさんからすごく出てたのがすごく良かったかなと。ありがとうございます。就活生の皆さんもそういうとこ意識して面接臨んでくれると嬉しいですよね。それぞれの質問のなんか
どういうところを意図として聞いてるのかなっていうところが気になったんですけども、教えていただいてもよろしいでしょうか。ありました。前半の、ね、しゅんさん自体のことを聞くみたいなところで言うと、個人的にいつも意識してるのは、やったこととか格闘を引き出すっていうよりは、その人の頭の中とか心の中の奥の部分をいかに引き出せるかっていうところを意識して面接をしてます。ですか、ね、後半はですね、就活の状況を把握するっていうところと、あとその就活の軸とか将来の夢を聞くことで、その人の価値観が見えるところもすごくたくさんあるので、それも就活という面を切ってはいるものの、その人がどういう考え方を持っているかを引き出すために聞いているっていうところが大きいかなと思います。じゃあ一番は価値観を知るためにそれぞれの質問をされてるっていうことなんですね。そうですね。ちなみにこういう価値観だとサイバーエージェントに合ってるみたいなところがあれば教えていただきたいです。そうです、価値観は人それぞれなので、正直何でもいいかなと思ってるんですけど、サイバーエージェントで大事にしていることみたいなところで言うと、チームを大事にするかっていうところ、自分だけが良ければいいみたいな考え方ではないかっていうところとか、主体性というか自分から進んで行動できるかみたいなところがあると合ってるなというふうに思います。全体的には今坂上が言ってもらった通り、やっぱり自分の考えてることっていうのがしっかりと言葉にできてるなっていう、話し方として「えーと」とか「うーんと」みたいなのは結構あったかなって正直思うんですけども、言葉が詰まってしまうとかっていうのは全然 OK と僕は思っていて、そこがうまく言えなかったからって言ってすごい練習するとか必要ないと思っていて、 ある意味今のってすごく自然体な会話だったかなっていうところで、 そこもすごく好感と思ってました。成功話を聞きたいわけじゃなくて、多分人事ってすごいことをやってたとか世界一周してたから偉いとかって、さっき坂上が言ってたファクトを聞かないって言ってたのは多分そういうことなのかなと思ってるんですけど、ファクトを聞いたとしても、それをどういうふうに考えてそういうことをやろうと思ったのかとか、どういう目的があってそこをやったのか、なぜ失敗したのか、失敗してどういうふうに改善したのかっていうところを話で聞かせてもらえたからすごく良かったなと思ってます。はい。周りの人からどう思われてるかところで、思ったことは言っちゃう、それによってはいけないことを言ってしまったりみたいなエピソードあったと思うんですけど、はい、これは最近注意し始めてるっていうのもあったと思うんですけど、結構うちの会社全体で見た時には結構ポジティブかなと思っていて、あ、ポジティブなんですね。率直に自分の意見が言えるか、議論をするためには自分の意見を言わないと多分いけないと思うので、それが別に正解だろうが間違ってようがどっちでもいいんだけど、自分はこう思ってるんですけれどもっていうのをちゃんと言えるかどうか、それによって人を傷つけてしまうようなこととか、突拍子もないことを言ってしまった自分に対して今反省をして変えてきているっていうところがあるので、そこも説明できると、ちゃんと自分の意識をちゃんと表示できて、例えばプロダクトに貢献したりとかチームを引っ張っていくとかっていう時には必要な能力になってくると思うので、ここがもともとあるっていうのはすごくいいんじゃないかというところは感じました。ありがとうございます。チームっていうところにのワードが出てきた割には、対チームに対しての考えみたいなところがそんなに聞けなかったなっていうふうに感じた今の面接だと。でどういうことかっていうと、チームで一緒に作り上げるチーム感を大事にしたいとかっていうのは言ってて、で実際今もやってるから感じてはいるんだろうけれども、気になったワードとしては、それぞれが動いていてボートを漕ぐ人たちが優秀で勝手に動いてくれるっていうのが、僕の捉え方だとチームというものを使って自分がこう達成するっていう風に聞こえちゃった。確かに間違いではないし、自分にベクトルが来るのは、全然誰しもある、俺もそうだしあるんだけれども、伝え方一つで全然変わってくるかなと、チーム全員で成し遂げるっていうのと、みんなが動いてくれるから俺がこう達成するんだってイメージが全然違うと思ってて、でチームを大事にしてる会社ほど、そこら辺を気にするかもしれないな。いや、おっしゃる通りだと思います。ちょっとしたことかもしれないけど、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。